髪の毛。お前も中野タムと一緒にブサイクにしてやれ。見てんじゃん。
クララさやかだっけな。さすが小杖に入っただけあってブサイクだな。おめえのなそのプリティーなお顔も今日でブサイクになったということが分かったんだよ。まあね、せいぜい中野タムの下でメイクの勉強でも教えてもらいな。鈴さん、こんなにひどい目に遭わせるって思わなかったです。でも今日でまた私は一歩成長できた気がします。午前正式加入に一歩近づいたということはすごく偉大な一戦だったと思うので、これを成長の糧にして明日からも頑張りたいと思います。ありがとうございます。女子でもプロレスラーになれんの？私は2年間引きこもりだったけどプロレスラーになりたくて。女子プロレスラーが一番輝く瞬間、シンデレラトーナメント2024優勝決定戦、ギラギラに燃え上がる決勝戦の行方を3月20日名古屋国際会議場、宇宙一きらめくスターダム。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。